どうも、国放送のですね。ポークピッチホームです。いや、昨日、ごめんなさい、ちょっと気づいたら、寝てまして、すいませんでした。ちょっと、この時間にね、今昼の3時9分でございます。僕の名はですね、暗黒放送という放送をやっている、横山みどりという名前でもうやってます。スペースが長すぎた。そうやな。昨日ごめんなさい。スペースがね、っていう、ちょっと別のツイッターにあるところで、深夜2時から気づいたらですね、昼の12時っていうですね、10時間もうだつの話らない話をうだうだとやってしまう。すいませんでした。もし聞いてた人がいたら。で、勝手に YouTube 開けてる人がいるみたいだけど、やめてください、すぐに。上げないでほしいって言ってるのに、無許可で、勝手に、スペースの様子をですね、上げてる人がいるんで、やめてもらっていいですか？それはもう削除依頼出すしかないんで、ただ、ごめんなさい、まず、乞食がつきっぱなしだったんで、乞食を消します。ちょっと待ってね、今、消すんで。消すと増える？いやいや、それはその場で限りのあれだったからさ、本当に。で、ちょっとね、これもすぐ終わるんですけど、今日の放送ね、ちょっと枠取って、どうしてもね、もうずっと考えてたの、考えに考えて、もう、頭ひねって考えたけど、やっぱりね、予算と、あれとね、考えるとね、どうしてもファンタジーものが厳しいなっていう結論になりそうなんですよ。昨日までは暗黒映画っていうのを撮るんで、僕映画監督なんで、ね、もう一つの職業が、暗黒映画をですね、撮ろうとして、ファンタジーもの撮ろうとしてたんですけど、スタジオとかが、やっぱり10万とか、そんぐらいするわけ。で、ね、いろいろとしたんだけど、ちょっと厳しいなって思って、ちょっと映画の台本をですね、コロッと変えようかなと思ってます。申し訳ないけど、ナイフ君とか、堀田さんにはドレスとかうんぬかんとか言っちゃったんだけど、いや、変えようかなと思って、だからリスナーさんからもしね、こんなアイディアがいいってなかったら、ちょっとね、申し訳ない、もう時間が迫ってるんで、もう僕一人だけだと、無理だと思ってるんで、このまま行くと、もう大体映画って3ヶ月時間かけるのね、横山映画は大体3ヶ月ぐらい期間を置くんだけど、今回はですね、もうバタバタ、とにかく超会議とかうんぬんかんぬんかって、残り実質1週間もないんですよ。な、5月1日なんてもうすぐだから。だから、どんな感じの映画がいいかっていうのをちょっとですね、リスナー様にちょっとお願いします。もしアイデアがあったら、こういった感じの、大体でいいんで、ストーリーをですね、やってほしいなと思って。不快な青眼鏡は出されてる、不快な青眼鏡さんは知りません。なんかないかなと思っても、ファンタジーものが厳しい。本当は、ある程度頭にあったけど、途中、最初の出落ちで終わっちゃいそうなんですよ。結局最初の出落ちでさ、なんかもう、ポンちゃんとおったんが親方襲ってんで、もう、チーズうぬかっていう、そういう流れだったけど、でもそれだったら普通だろうなと思ってさ、それ映画じゃなくてお前の、ね、ただやりたいだけの妄想で終わりだろうってなっちゃうから、映画ってやっぱり作品じゃないですか。ね。だから、なんかやりたいなと思って、そう。だからだからそういったね、のがあればいいかなと思って。普通の衣装、そうだね、普通の衣装でできるものにしようかなと思ってます。なんかね、衣装とかやっぱり集めてしまうと、どうしてもね、間に合わんかなと思って。連投中の放送やめてください。うちの放送、連投者だけは、ビッグニートの配信と一緒で NG にしなきゃいけなくなるんで、やめてください。昨日の彼、カチカチ無言になってさ、何人ぶち込んだというぐらい、切れてたけど、何があったんですか、彼は、本当に。配信者ならね、ある程度の炎上をうまく利用して、そこでのし上がるっていくのが昔の配信者だから。300人はそうなんだ。選挙の映画か。あ、
選挙の映画か。うん。でもさ、選挙の映画か。確かにマッチしてるし、道具もあるよな。うん、それいいかもね。選挙もある。もちろんやりますよ。うん。もちろんね、自分の選挙も6月に控えてますし、もうチラシの部分も、ね、ちょっと、もう業者も使ったり、配布もやってきます。うん。考えます、ここは。まあ、それいいかもね。ちょうどマッチしてるし。予算も、ね、その中で物語。だから、思ったの、僕は。なんかさ、怪物みたいな奴らが、ね、おいやーとか言って、ね、戦っていくシーンってさ、もう暗黒映画では、お決まりじゃん。拳銃パコーンって撃って、野田総理がこうやって後ろに縛られて、拷問されて、俺じゃないです、俺じゃないですって言いながら、泣きながら、はって言って夢落ちしてさ、気づいたらわけのわからん、はちゃめちゃドラマ。それが今までの、ね、醍醐味でもあったし、人気シリーズのさ、一つでもあったじゃないですか。暗黒映画の。ね、気持ち悪い、ね、エヴァンゲリオンのパクリのセリフ言わせたり、ドラゴンボールのね、ピッコロ大魔王とのセリフをパクったり、なんか、流行りに乗ったっていう部分があったじゃないですか、大体の。だから、ちょっと、頭で勝負する映画にしようってもいいかなと思って、戦いよりも。という感じでやろうかなと思ってます。まあ、ちょっと、まだ考えてます。正直って、ファンタジーものが、まあ、考えたけども、早めにこれ言います。もう、ちょっと厳しいです。今の状況でいくと。非常に。予算、時間、すべてにおいて、おそらく詰め込んだ結果、時間が足りなくなって、また、まあ、申し訳ないけど、夢落ちっていうね、最もみんなが嫌うパターンの作品が出来上がってしまう可能性があります。時間がなさすぎて。なぜかというと、この時点でまだ考えて、決まらんから。だからです。ちょっと、だから少し、ちょっと本当はそんぐらい長編だとすると、本当にね、もう一泊二日とかそういうレベルになっちゃうんで。いや、だから、なんで5月1日にこだわるかというと、その日しか、堀田みなみさんが来なくて、で、ポンちゃんもいないって言うから、だから、それここに、あれ、合わせてるの。思いっきり。時間がなくて。そういう感じでいいですか？作らないでね。いや、作るってもう言っちゃって、もう準備してるから。作る、約束は約束でやりますよ。まあ、1日だけだからな、映画っつっても。そんなね、黒沢みたいに、黒沢映画みたいに2、3日もかけたりしません。1日でパーンって撮って、んでもう、クランクインするから。1日で。ね。で、スタジオも借りようかなと思ってます。スタジオ借りて、まあなんかスタジオ借りて、いろいろちょっと、いろんな人のアイデアを挟みながら、行こうかなと思います。出演者、今のところ確定してるのは、確定者は、ちょっと朝、まだ寝起きで全然頭がぼーっとしてるけど、誰だっけ？堀田みなみさん、ポンちゃん、切れたナイフ、ナイフママ、ナイフママはちょっとまだ三角です。ナイフ三角で、あとは、さださん、大ちゃんマン、で、大ちゃんマン来るから忍法が来なくなって、んで、誰だっけ？あと、エビピラフと、あと、誰だったかな？どういう出てくれる人を今探してる状況です、まだ。誰だったかな？ちょっと頭がボケーとしてるから、思いつかな。あと、シェリコフか。シェリコフ親方、シェリコフ。ね、台が出ると、まあ、忍法がもう出ないってなったから、まあ、忍法にはもうちょっと先に、まあ、じゃあいいよって言ったけど。ね、不人気だね。大は。え、堀田になんでこだわるんだ？いや、ポンちゃんが出ないから。やっぱポンちゃんに勝てる演技力のある人ってなかなかね、別に、バカにしてるわけでもなく、ないからさ。やっぱポンちゃんは、やっぱり、なかなかね、いいキャラを、いい演技するからなと思って。田口くんは、昨日ちょっとトラブルが起きまして、
ナイフ君と激揉めしまして、ガチで切れて、ナイフが本当に切れたナイフとかガチ切れでね、ナイフになっちゃって、おめえ、要は田口が他の人は評価してたんだけど、切れたナイフに対しては、あれ？あなた、板の印象力、板の知らなかったんだけどっていう言葉に対して、ナイフがね、いや、俺は暗黒映画に30分の中で18分も出てたんだぜって言ってね、自分の出てる、彼は、ナイフ君は自分の出てた暗黒映画の分数をカウントしてたんだよ、ノートに。何分何分で小刻みに書いて。それを言ったんだけど、3作も出てんだぜって言ったり、俺は N 国党のね、チラシ配りを45回も参加したんだけど、お前何回参加したんだとかね、そういうことを言い始めて、まあちょっと揉めてしまって、最終的にはナイフのお母さんとナイフのお父さんがやってきて、3対1で田口をね、懲らしめるというふうになったけど、田口が、じゃあちょっとってなってしまって、ちょっとごめんなさいってなってしまったんで。だからもうちょっと一回それをリセットします。ごめんなさい。一回リセットさせてください。申し訳ないけど。その暗黒映画の、エルフだの、お姫様だの、ゴブリンだの、オークだの。あと、ね、親方に、シェリコフさんに関しては、工場の若旦那っていう設定だったけど、それも一回ちょっと僕の頭の中でまとまらなくなっちゃってしまったんで、一回ちょっとね、大ちゃんマンは、オークの子供という役だったけど、で、おったんがオーク役でした。オークの子供とオーク、ね、人間のさらってくる、いや、汚い役だったけど。ちょっと、ね。大カスいらないって書いてる。まあ、でも、ちょっとまあ、初めてだし、まあいいかなと思ってるんですけど。とりあえずは。じゃ、忍法は何？じゃ、どっちか選べって言ってもな。とにかく忍法くんは、でも予定入れちゃいましたって言ったけど、聞いてみようか、じゃ、忍法に。どうなのか、ね。でも、ここでさ、またさ、第一アマ切ると、またトラブルのもとじゃん。なんでお前の判断で切ったんだって。なるからさ。ただ、リスナーあっての放送っていうのもあるからさ、リスナーに見てもらうための、暗黒リスナーに見てもらうための、あれだったからな。ちょっと聞いてみ、まあ、まず予定から聞くわ。じゃあ、彼に。予定から聞いてみて、そこで、ちょっと聞いてみようか。今何やってんの？予定のスケジュールから聞いてみるわ。その後に。ってな、あれ出ないな。LINE 切ってるのかな？ LINE 切ってるかもしれない。このサムネあいつ気に入ってるよな。こんなデカデカと自分のサムネをさ、これにするっていうのが、ねえ、まあすごいよ。僕の。すごいデカいな。自己愛なの？いや、まずスケジュールから聞いてみて、まあでも、まあ無理だろうな。スケジュールもうあれっつっちゃったから。ただ一回ちょっとキャスティングの方は申し訳ない、本当に。まあ、これでもし、ちょっと内容が変わったから出れませんって言っても、まあ、しょうがないと思う、これは。寝てるかもしれない、もしかそんなにいらないの？あ、もしもし。もしもし。あ、緑だけど大丈夫、今。あ、大丈夫ですよ。今何やってたの？いや、今、風呂から上がってちょっとゆっくりして。あ、お風呂上がりなんだ。はお風呂。い。はい。気持ちよかった？もしもし？今もしもし。配信中だけど大丈夫？ニンポーくん。い、大丈夫ですよ。本当、5月1日って、やっぱり、もう、無理？いや、無理というか、会いたくない人がいるんで、ちょっと、そういう意味で無理っていう。ああ、じゃあその会いたくない人が、もしいないっていう場合だったら、どうなの？まあ、それ、でもそれやったらなんか僕が、なんか悪いイメージになっちゃうんじゃないですいや、か。今ね、放送やってるけどね、やっぱりリスナーあっての暗黒放送という部分が強いよね、うちの放送って。
で、はい。大半が、あなたが会いたくないっていう人を出すな、出すな、出すなっていうコメントで埋め尽くされてて、で、まアンケートじゃの、あ、アンケーその人がなんか自主的に降りるっていうならまあいいんですけど、なんかそ僕が行って降ろしたみたいになると僕の印象が悪くなっちゃうんで。でも、もともともう悪いじゃん。いや、そんな悪くはないですけど。そう。で、ああ。今ね、やっぱりどっちかに絞らないといけなくて、まあ、お互い初出演じゃないですか、今回。はい。はい。で、演技力あるんでしょ？まあ、多少、まあ、はいはい。え、なんか、真夏の忍法とか。出てたことある？テレビかなんか、劇団かなんかに、役者として。まあ、幼稚園の頃、ちょっと、まあ、幼稚園の学園会みたいなやつでやってましたけど。あ、グー。いいよ、それで全然いい。幼稚園で学芸会やってたんだ。はい。まあ、カメラ回ったらじゃあ、演技力できるってことね。まあ、できますね。わかった。じゃあ、ちょっと、これは80%がね、やっぱり忍法君がいいって言ってて、大ちゃんマンには今回、また機会あるから降りてもらおうか、じゃあ、そうしたら。でも、いや、僕が降ろしたっていう印象はないようにしてくださいよ、だそかれら、は。だって監督僕だもん。監督私なんで、僕が、今回は、じゃあ、みどりさんの判断でっていうことなら僕はそれに従うだけなんで。そうだね。ちょっと、こういう状況になると、はい。まあ、一回俺も、忍法君、最近、まあ、ナイフの押しでね、今回、大ちゃんまん入れたんだけど、まあ、はい。そうなると、忍法とに先に、もっと先に忍法に声かけてないわけだから、それが変わっちゃうからね。わかった。ちょっとここら辺は、ちょっと、まだ確定じゃないけど、まあ、ほぼ、1日開けといて、もしよかったら、また連絡するから。わかりました。はい。で、一旦、大ちゃんまんに連絡して、ちょっと、まあ、出ませんね。仕事なのかな。いや、今回ね、そうだよ。あ、もしもし。もしもし。あ、今配信中だけど、良いかな。ちょっと伝えなきゃいけないことがあって、ちょっと電話しました。何ですか？今回、映画なんだけど、暗黒映画なんだけど、大ちゃんマンは、出演から外します。なので、今回は、諦めてください。また次回っていうことで、良いかな。っていうのは、最初は OK したけど、後々やっぱり NG ですってした方が俺が傷つくから、そういうふうにしたわけですか？違じいゃあ。ます。最初に決まってた、あなたを傷つけるつもりは毛頭なくて、最初にね、忍法君に声かけてたの、実は。で、忍法は OK もらってたけど、その後に、まあ、ナイフのつながりで、大ちゃんマンどうですかって言ったら、その時はまだ、あ、いいよって言ったけど、やはり今回、こういう、この人が来るならこの人がダメということで、結構切ってるのね。そこで、最初に声かけた忍法のことを考えて、その大ちゃんマンは、じゃあ次回ということに、今、君、なったんで。タレント気取りかよ。誰か、忍法君が？まあ、別誰とに、は言わないですけど。もともとはあなたがね、山の中でね、忍法のリュックサックに小石を詰めて、ね、そうまあ、いう、その後普通に石投げられましたけど、顔とか頭でも最初にそういうさ、嫌がらせ行為をしたことがこうやってこじれてるわけじゃないですか。原因作ったのはあなたですよ、そういうことは。ね。で、そういった部分もあって、やっぱりね、そうやって人を傷つけてしまうと、結局は自分に最終的に返ってくるんだよ。俺もそうなんだけど。だからこれを機になんさ、か、
うん、なんかね、不服があるんだね。不服があるというか、なんか、もともとこうなる、なんていうんだろう、僕、忍法さんが出るのって知らなくて、この暗黒映画に、出るの知らなかったんですけど、うん、なんか、もしそういうの知ってたら、事前に言ってほしかったなっていうのはありますかね。まあでもまた機会がある。なんか、これきりじゃないから。喜びさせて、それで終わりじゃないですか、結構。でもさ、やっぱり見てもらうと。リアルの知り合いとかに、なんかみどりさんの映画に出るって言って回っちゃったんで、なんか、恥ずかしいですけど、なんか。まあでも、言って回りちゃったの勝手に。僕の周りでもみどりさん結構ブームで、みどりさん面白い、みどりさん面白いで、俺そのみどりさんともしかしたらみどりさんの撮る作品に出るかもしれないって言って、なんか、まあまあでもさ、これが最後じゃないから、また今後もあるし、ちょっと今回はまあちょっとね、それは修復できなかったというと、分かりね、あなたもやっぱりあるわけだから、修復ができない部分があって、修復っていうか、あのみどりさんはなんであの人間、あいつに肩入れするんですか、ね、いや肩入れじゃないよ、そこは。だって初めてじゃん。あいつもっとつけ上がっちゃうというか、勘違いしちゃいません、そんなことないよ。そういうふうに優遇してたら、彼のこと。いや優遇じゃないよ、やっぱり今放送見てる、もしかして大ちゃんの案件でもね、やっぱり、ね、見てないですけど、アンケでも、なんかもう、あの、仕事早く返されちゃったんで。え、なんで？なんか使えねえからさっさと帰るみたいな。16時半ぐらいに終わりなんですけど、15時で返されちゃって。ほら。リアルでも、はじき、つまはじきにされて、ネットでもつまはじきにされて、行く場所なくなっとるかな、ほんとに。ああ、まあ、はあ。だから、みどりさんがなんか、いいよ。って言ってくれたのがすごく嬉しくて、なんか5月1日早く来ないかなって指折り数えて待ってたんですけど、まあでもさ、別撮りでも使えるかもしれない、まだ別撮りもあるから、そのあ、そうっすね、そうそう、それに期待してください。ちょ、とにかく5月1日の部分は、あの、はい、申し訳ないけど一旦ちょっと保留に、なかったことにさせてください。これはもう僕が一回決めた上での変更なんで、はい、はい、すいません、なんか。いいえ。申し訳ないです。はい。でも、なんでそんな嫌われてんのよ、ちょっと待って。なんでそんな嫌われてんの、逆に。俺、そこまで嫌われる才能がすごいなと思って。すか、だって、コメント、この暗黒放送で、ここまで嫌われてる人ってあんまりいないのね、今まで。まあ、やっぱ、面白くないのに、ね、出しゃばるのか、ねむこさん的な嫌われ方じゃないですかね。わかりました。自分を、ね、もうちょっと。俺は逆に嫌われキャラでさ、どん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 そういう風に言っていいと思うけどね。うん、あ、まあ、はい。頑張ってください。じゃあまたね。失礼します。はい。こうやってね、言うのも辛いよ、俺も。ね、一回決まった出演者に、ごめんなってさ、結局言うのも。でも、これ、忍法くん気にすることないんで、僕が全部決めてることなんで、ね、監督の責任ですので。うん。ということで、あ、ちょっと待って。逆にこの忍法が来ることによって、NG っていう人を聞いてなかったわ。もうね、あっちを押せばこっちが引っ込むっていう、どん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 この、パターンだったわ。そうだわ。誰か、アウトのやついないよな。忍法と仲の悪い人いないやろな。ポン。いや、ポンは忍法よりも、堀田をの比率がでかいから、そっちにかぶりつくはず。うん。そこはね、ポンちゃんは、絶対、堀田さんの方の方が比率が高いから、どんな、あれだとか、親方さんのケツの穴舐めろって言っても、多分喜んで舐めると思うんですよ。でも、そこはそんなことさせないけど、絶対にそこは、ね、堀田さんが来るからってことで、来るでしょう。うん。そんな AV みたいなことさせないから安心してくださいよ。ポンちゃんの口の中にね、一人ずつ指を突っ込んで、ね、なんだろう、海賊がピョコンって飛び出る、樽の中から海賊がピョコンと飛び出るさ、海賊危機一髪みたいな、こんなことさせたりしないし、ね、そんなことはしないよ。ただ、一回ちょっと考えようかなと思ってます、台本自体は。うん。
え、堀田は忍法 NG だぞ。いや、そこ。わかんないもん、そこは。いいじゃん、もう。もうそこはちょっともう、プロだから。ね。堀田さんもプロだから、多分嫌なね、相手がいても、おそらく、ね、我慢してくれますよ。そうですね。監督に仕上がるって、もう申し訳ない。忍法はプライドが高いから使いづらい。いや、そんなことないでしょ。だって役者やってたって言ったじゃん。幼稚園の時。うん。だから、あ、役者やってんだなって言って。いいと思いますけど。二枚目俳優扱い、え？そんなにプライドにこだわってんの？初めて知りましたけど、そんな二枚目俳優にしなきゃふてくされてしまうとか。うん、まあいいじゃん、そこは。うまく、まとめるし、大きめのスタジオ借りればさ、そこに行けるから。最終的に今確定してんのは、出そうか、もらって。時間がでもないんだよ。うん、選挙、自分の選挙も迫ってるし、映画も迫って、映画まあ一日で撮れるからいいけどさ、やることがもう、ポコポコポコ4月入ってきててさ、もう、追い込まれちゃうよ、気がするけど、でもそこをなんとか乗り切らなきゃいけないから、本当に4月、5月は忙しい。うん、アイクも白人役で使ったけど、無茶言うな。なんでアイクさんをさ、白人役で使ってくださいとか、無茶ぶりもほどがるわ。どういう意味だよ、しかも。うん。大野議員は僕のこと怒ってんだから出るわけねえだろ。どうせ落ちる。いや、どうせ落ちるなんて、最初からね、そういうこと言いじゃくて、ね、頑張りますよ。自分のあれ。うん、スペース、昨日スペースはもう途中で寝ちゃったけど、まあ、最後とかもちょっと、ひどかったからもう消したわ、うん。あれはひどいわ。最後のオチはちょっと、うん、ひどすぎて、まあ言わんけど、ちょっとあれだから、それを勝手にね、YouTube で上げてる人がいるんでさ、やめてもらっていいですか、本当に YouTube。YouTube でいいって言うとき、ダメって言ってんのに、なんかね、そうやってやる人がいると、ちょっと今後やりづらくなるんで、いろいろと。いや、暗黒だろうはやってなかった。別のね、やつがやってたわ。うん、会ったことも、喋ったことない人が。じゃあ、そんな感じで終わりますか。まあ、映画の方ちょっともういろいろ考えたり、ちょっとごめんなさい。なんかね、配信もちょっとずつ短くて、本当はやることね、ミニ四駆作ったり、いろいろとね、やることも、掃除もあったり、な、結構溜まってるんで。うん、結構溜まってますんで、スケジュールがバン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 、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、駅前も立ったり、いろいろとね、ちょっと少しずつやっていきたい。まずはチラス巻いて、そこでね、から駅出ししたり、いろいろやることもね、増えてくると思いますんで、どうぞね、一人じゃもうね、あれなんで、協力あってこそのね、すべてのことだと思ってますんで。はい、よろしくお願い申し上げます。うん。うん、第一アーマーのツイッター、ちょっと待って、延長間に合うかな。またなんか発狂してんの？あんまり発狂して迷惑かけるようだったら、ちょっとまあ困るんですけど、一回だけ延長して、どうしようもなかったらもう、うん。今自分で納得した上でまた発狂したらちょっと困るんで、ね、どれだよ。何？なんか書いてある？なんもねえじゃん、別に。いや。何これこれ、ごめんなさい、これこれの件って YouTube 見てないの分かりません。これこれの件って何ですか？逆に教えて、これこれが住所バレた滝沢ガレソって誰？滝川ガレソって誰だよ。
滝沢ガレ、滝沢ガレソの次、ガレソって誰だよ、外人、初めて聞く名前の配信者なの。 41.2 万人フォロワーっていう人なのこれ。暴露系これこれが代理人を通じて安心に開示請求を行ったところ、代理人モノリスが資料の回覧宣言を書き忘れ、これこれ氏の免許などをはじめとした個人情報が裏で出回っている件をまとめると DM をいただきましたが、足が、何これ。ちょっと、19分前の、この放送が始まってから、なんこれ。滝沢ガレソっていう人が、こんなこと言ってる。暴露系 YouTuber これこれ氏が代理人を通じてアンチに開示請求を行ったところ、代理人モノリス法律事務所が資料の回覧制限を、資料の回覧制限を書き忘れてしまい、これミスじゃん。これこれ氏の免許証などをはじめとした個人情報が裏で出回ってしまってるけん。本当かよ、これ。だってこういうのってさ、わかんないじゃん、本当か。こんなことあるの？簡単に言うと、これこれ氏の写真の部分のみをツイッターにアップロードして、これこれの個人情報暴露しちゃおうかなと宣言するツイッターから、ステアカー登場、これこれ氏、モノリスの開示請求。こんなことあるのか？引くとこいいとこ住んでました。明日は我が身なので取り上げませんだって。まあ、こんなの眉唾もんですからね。だいたいこんなことどこに取り上げようがないじゃん。あれ？ちょっと、これちょっと。こんなの、あるの？本当にあるんかよという話で。私から言わせると。書き忘れなんて。ね。あとさ、もう一個なんだけど、うちにさ、まだこれ来てない。こんなのが送られてくるんだけどさ、訴訟予告書って。なんで俺にこんなのが送られてくるんだ、これ。赤色の文字で、なんとか事務所からさ、予告書ってこれも、だから何でも知らないって言いまくって言ってんのにさ、こういうのが来るんですよ。赤紙ってラストなの？もうこれ。いや、延滞じゃないよ。だって、記憶にないものを請求されても、俺は買ってもいないし、受け取ってもいないってずっと言ってんの。ここの会社に対して。電話もしてさ、いや、知りませんよって、誰かが勝手にネットで注文したものを、後で NP 払いだっけ？NP 払いで請求されても、僕は知らないし、受け取ってもないし、警察に行ったところで警察はあなたはお金払ってないから被害者じゃないでしょって終わらされてるし、消費者センターにも電話しろって言われたからしたけど、ね、そこはよく違う、あなたが相談するところじゃないという感じになったから、だから、何度も言ってんの、ここに。頼んだ覚えがないよ、こんなアルツハイマーを治す薬なんてさ。必要ねえじゃん、アルツハイマーでもないし、ボケ老人でもないし、記憶障害でもないしさ。それをね、頼んだって言うのに、頼んでないっつうの、本当に。なんかアルツハイマーの薬セットをさ、なんか一箱頼んで、ね、金払え、あなたの債務負担額3888円払えてきてるけどさ、頼んでないんだからって言ってんの。ほんで、これで怖いんだよ。払わなかった場合には、延滞債権のみならず、延滞損害金および訴訟費用を伏せて請求することとともに、裁判所からあなたの就職場所や取引銀行等に裁判資料が送付される場合もありますので、あらかじめご了承くださいって赤文字で書いてある。何度も言ってるわね。いや、裁判になってたら、だから裁判費用まで払わされるなんて、おかしくないこれ。で、会社にも行ってくるけど、ずっとたらい回しなの。会社に行ってんだけど、たらい回して、じゃああなたは、今度は、私たちはその後払いシステムの会社に依頼してるんでって言って、この後払いシステムに電話すると、いや、私たちはその買った会社から依頼されてるんで、
それの繰り返し、弁護士事務所に電話しても、弁護士事務所は、いや、NP、後払い法人から頼まれたから、そこを止めてもらえないとどうしようもありませんって言って、本当に3社がぐる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 ね、垂れ回しにしてね、やってるわけよ、これが。ずーっと、いや、ここに電話して、しまくってる、配信外で。配信外で電話しまくってても、なんかよくわからんことを言って、いや、でもここね、証明書を出してくださいだとか、そういうことで、じゃあ、そこの会社がネットからさ、どこから注文したかっていうからさ、アドレス調べてそこでやった方が早いじゃん。わかんないんだから。今電話するのまためんどくせえじゃん。なんか配信乗っけたとかって。商品ないよ。要は、商品ないけど後払いで払えっていうのがあるの。横行してんだよ、今。すごい問題になってるんだけど。誰かさんが、ね、買ってまず商品買うじゃないですか。ほんで、後払いするからって言って勝手に送りつけて、ほんで、後払いっていうシステムがあるのね。で、後払いって言っても、そいつが金払わないわけ。勝手に第三者の僕をなりすましにした人間が勝手に注文して、だからこういう風になって自分に請求が来ちゃうってことになってるんですけど、商品ないです、受け取ってもいません。そんな受け取ってたらもうすぐ返品するわ。本当に受け取ってないよ、そんなも必要ないからさ。そう、皆さんも明日は我が身かもしれません。僕だって、さ、未だに NHK の受信料の契約がずっと家に来てんだぜ。契約した覚えもないのに、あそこってさ、インターネットから匿名で契約できるのね。要は誰かさ、例えばだよ、これ真似してほしくないんだけど、例えばだけど野田総理さんの本名と住所を NHK のね、契約のネットから注文しちゃうと、そうすると勝手に本当に契約が始まるんですよ。あなた契約したでしょってなって。おかしくない？本人じゃなくてもなりすましで、契約ができてしまうっていうシステム。まあ、野田じゃなくてもいいよ。予算でもいいけどさ、誰でもさ。ほんとね、おかしいんだよ。だから僕 NHK に対しては不信感しか抱いてないって言ってんの。ずーっと。だから NHK のためにね、をね、ぶっ壊す。ぶっ壊す精神ですよ。おかしい、おかしいことだらけだよ。ね、テレビなんかさ、別に俺 NHK いらねえ、NHK いらねえ系をね、装着して、立花さん、その当時の立花当主からね、いくらだ ?3 万6千だったかな ?3 万6千ぐらいで NHK いらねえ系を取り付けて、さらに取れないようにハンダゴテでガッチガチに固めて、これなら安心やでって言われて、ありがとうございますって俺言ってさ、まだ平井に住んでた頃、そんでやってもらってさ、で見れなく、今でも見れないよ、もちろん。その時裁判負けてなかったじゃん。ふう、大野議員のツイッター見ろ。分かんないよ。大野、そんなアンチになってんの、あの人。ちょっと待って、うわ、ガチの話じゃないのこれ、もしかして。俺今までさ、半分ぐらいネタかなと思ってた部分もあったのね、大野さんのこと。流山市のね、同じ所属市議会議員の、大野富雄さんというね、方がいらっしゃるんですよ、男性の。ね、この、彼のいいねをね、今見ました。僕ね、ちょっとね、心臓が止まりそうになりました。この大野富雄ね。いいね、こんなのさ、普通、いいねしないじゃん。明らかな俺のさ、暗黒掲示板のアンチコメントとかをさ、そういったものにね、いいねがすべて、僕のアンチコメばっかり。この大野富雄議員のね、大野富雄市議会議員のやってるね、しかも同じ所属議員ですよ。同じ党の仲間ですよ、仲間。いわば仲間ですよ。仲間に対して、ね、久保田学先生、
こんなことをするわけないじゃん。これを信じてるんですよ、この人。しかもさ、これを信じるあたりがちょっと俺信じられない。こんなこと俺が言うわけないじゃん。放送中に電話なんてしてくるな。迷惑だろうが、俺の放送邪魔すんじゃねえ。ものすごい剣幕で恫喝されて、着拒されてましたとかさ。何これ、するわけないじゃん、こんなこと。なんでこれにいいねしてるかがまずそもそもわからん、絶対しないよ、こんなこと。なんでこんな怒ってんだろうと思って。ねえ。素質がないとか、チャランポランとかさ、しかもさ、当選したばっかりの、坂谷議員のライブ、YouTube のライブ中継にそれを書き込むんですよ。当選してみんながおめでとうっていう、ね、とか、まあちょっとドヨンとしたけど、票数少なかったから、その中で、なぜか久保田批判ですよ。漢字を間違えたり、なんかね、そういうこと言ったりして。坂田さん、当選しますよ。いや、本当に身内、僕も大野議員の手伝いはいかんかったか。すみません、流山市にはいかんかったか。すみませんでした。松戸の方ばっかり入ってて、流山市にはちょっといかんかったかもしれない。のりこさんの方ばっかり入って。いや、そんなこと未だになって恨んでないでしょ、そんなの。行くか行かないかなんて感じじゃないと思うよ。それを映画にしろよ、いや。立川来るかね、いや、来てくれると思いますよ。僕もだって統一地方選結構いろんなところ回って行ったからね。まあ別に行ったからって逆に来てくれっていうわけじゃないけど、ね、次の選挙は立花手貸してくれんのか、わかりません。まあそれは多分明日の 党の総会で決まるんじゃない。ただ厳しいなっていう言葉は3回4回言ってたからね、厳しいな、厳しいやろうなとか、目がもう上、天井向いてたし、もう何も笑いもせんかったから、誰も来ないって一番虚しいパターンだよ。もしかして誰も来ずに、一人だけでポツンとしながら、お願いしますって言ってチラシ配る羽目なのかな。ボランティアも誰も来ない中で、ポツンと。でもそれをさ、坂谷さんがやってたからな、ずっと一人で。孤独な戦いを、ね、やっぱ参議院の優先にされるのかな。ちょうどね1週間ぐらいの違いで先が立川なんですよ。その後に参議院だから多分参議院に力入れるのかな。そうすると、地方議員はステゴマは分かんないです、まあ、僕はでも選挙はねやろうと思います。やります。これまでね培った4年間のね足跡をたどるようにやります。次の人生の道ね、どうなるか分かりません、まだ本当に。分かりません。もしかしたら借金だけたらふく抱えて、ね、カップカップとかいうクソ寒い芸をやり始めて、まあ、そうは絶対ならんけど、連投やめてください。ちょっとごめんなさい。うちの放送、何書いてもいいんだけど、なんか、連投コイン、まあ、イエローカードに出します。連投コインやめてください。連投コインは。いや、別に NG いらなかった。連投以外は別にいいよ。書かれるのはしょうがないし。
縦札問題どうなったの？最近見に行ってない縦札問題解決したんかな、あの立川のそっての、あの縦札問題やると怒られるんだけど、縦札の問題で僕が一般質問するとなんかそこのね、なんか触れてはいけない部分みたいなんですよ、怒られるんですよ、なんかやるとやじ飛ばされて、いいこと、僕としてはいいことやってるつもりなんで、あのだって明らかに誹謗中傷の看板があるからそれをね取り除けっていうのは当然じゃないですか。だってね、見た目もやばい、おかしいし、うん。余計なことすんなって言ってさ、普通ありえないからね、余計なことすんななんて言われることは。ね、だってその問題を解決するために、地方議員がいて、そこでさ、やろうとしてんだから。で、どっちが正しいわけないじゃん。だって、死ねとか、うんこの、うんこでも食ってろとか書かれてんだよ。ね、それをさ、おかしいじゃん、そこは。うん、今から言ってどうすんの？怒られるから、いや、怒られるとか、やじ飛ばすわと。そうそう。いや、ちょっとのいたずらではなく無視でいいよ、うん、寒いでしょ、こういうやついるんですよ、目立ちたがり屋が、自称、うんうん、109、うん、だから今それも言ったらいろいろあるんだよ、1905万円問題も抱えてるし、映画もあるし、町会議もあるし、な、町会議を前乗りして手伝いに行かなきゃいけない。だから実質映画撮る時間、映画の時間と考える時間も少なくなってるんですよ。うん、ゴミ屋敷問題は解決しそう。もうそこは動いても多分気になるわ。映画なんかとそういうこと言う人いるんですよ。ね。でも、よくよく考えてください。ネットがあるから、今の自分があるという、そのね、温故知新の考え。四文字熟女で温故知新って言葉あるけど、昔のね、過去の自分。過去は、なんでじゃあ今ここの位置にいるかというと、やっぱネットでリスナーさんが来てくれて、そこで注目されたから、今こうやってね、江戸国党で誘われて、そこで選挙に出て、ね、今の位置があると思ってるの。それを、ね、やっぱりね、だから僕はお返ししたいんですよ。少しでも。見て今この放送初めて見る人もいるかもしれんけど、ネットを見てくれているリスナーさんに対して少しでもね、楽しい時間、気持ちいい時間、ね、笑いの時間、それがお届けできればなと思ってるだけですよ、うん、だからね、だってネットなんかやったらこんなね、いい年してこんな黒い気持ち悪い覆面かぶってさ、こんなね、ヘンテコリンな格好をして、ブツ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 さ、喋って、人の悪口ばっかり、うん。そんなマイナスに決まってんだろ。でもそれでも、僕はね、このインターネットコメディアンっていう職業、インターネットコメディアンですよ。うん、それを十数年続けてきたんで、やります。映画だけじゃない。一つ一つで。何事も一つ一つ。な、うん。初見、主は普段何してるの？主って僕のことですか？普段は、本当に、仕事してます。本当にね、今の時期からね、もういろいろ考えてんですよ。展望だとか、立川の未来のことだとかもそうだけど。だから昨日旅船で話し合いして、なんとかね、いい方向に決着がつきました。昨日旅船でね、夜の22からミーティングしまして、ズームだったかな。ほんで、お互いに、
うまくいく方向に着地点ついて、継続が決まりましたんで、4月はちょっと休みます。4月決まった分、休んだ分、5月にスライドして、そこで、まあ、いい方向で動くことになりました。お互いのね、カチカチの凍った氷が溶けてよかったと思います。大きにも聞いてください。原因はね、本当に不一致。お互いの不一致と感もあったと思う。それはまあ、あったけど、まあいい方向に妥協点が見つかったのと、向こうの言い分とこちらの言い分がちょっと違ってた部分があって、まあ結論としては、まあうまくそれが、まあ話し合いの結果、あ、そういうことね、あ、そういうことねってなって、合致して、じゃあ分かりましたってなって。ということです。よくわからない説明。まあ、そうですね。まあ、旅部っていうのは結局ね、まあ、僕とか沖の個人のね、趣味とかチャンネルとか、お前らをね、ただ単に楽しませる食い違わせる場所じゃなくて、やっぱり企業だから、やはりね、ある程度の利益が出ないと、それはね、遊びでやってるわけじゃないから、継続なんてできませんよっていう、まあ、もっともですよ、それは。でも、それででもね、まあ、やっぱり数字も増えてるし、まあね、会員人数も増えてるし、そういった部分で、じゃあ継続はするんでっていうことで、で、じゃあね、ちゃんとね、これからしっかり決めていきましょうっていうふうに、まあいい方向に進んだってことだよ。いい方向に。そうです。利益出てますね。まあ、詳しくは大きに来て、僕説明が下手くそだから。説明が下手くそだから、聞いてください。よし。やるか、じゃもう一回、あと、今週なんだけど、もう一回説明、宣伝していい？金、土、日で、このチラシが、これだけで、300か600枚ぐらいあるんで、これを、チラシ配っていただきたいボランティアさんを募集しています。ここの地域に配ってって言ったら、そこに、ポスティングって言って、折りたたんで、で、していただきたいなっていうのがありますが、お願いしたいんですけど、ポスティング。一応、ね、政治レポートチラシだから。ね。こんなことしましたよというね、久保田学の、チラシです。これで、市政レポートチラシだから。市政レポートを作りましたんで、金は、払えません。ボランティアさんだから。自分がね、やったこととかあります。何したのかは、チラシに書いてあるんで。チラシに書いてあります。本当にゴミ捨て場とか焼却炉に投げ捨てたり、川に投げ捨てたり、そういうことするやつがいるから、だから二人一組でお願いします。あと配信はちょっと申し訳ないけど、しない方がいいと思う。して、し、するとまたトラブルの原因になるんで、配信外で頑張ってください。ヘリからばらまけよ。捕まるわ。ヘリコプターの上からさ、ルパン三世のアニメみたいに、ほれほれってさ、ばらまいたらさ、街汚したってなって俺が捕まるわ。街が汚れるだけだろ、それやったら。上から変なチラシがピラピラ落ちてきた車のさ、フロントガラスに張り付いて事故起こしたらさ、大問題だろ。だから、金土日でちょっと、まあ、ね、立川駅前でから、ちょっとお願いしたいなと思ってます。地図は、ない。地図はない。だから自分で、
ちょっとコピーして作って、ここっていうふうに指定しようかなと思ってます。地図これから作ります。地図。チーズなんか作るわけねえだろ。地図だよ。やります。あと4分で終わるよ。うん、あと持ち帰ったりしても禁止ですからね。うん、ちゃんと持ち帰り禁止でちゃんと後で聞くんで。聞きはしないけど、まあ、本当にこれはね、配る人の人、両親に任せるから、うん。両親に任せます。で、無理だともう余ったらもう余ったでしょうがないから、持ち帰ってきてくれ、まあ構わんから。駅前でも配れる、そうします。ポスティング業者にも依頼しますよ、もちろん。配り、4万6千なんて配りきれないからさ。うん、あと今やって進んでることは、町会議に皆さんに、クリアファイル配ります。はい。クリアファイルと暗黒シールセット。暗黒セットをですね、無料でお配りしたいなと思ってます。ただし、ね、条件は僕を見つけられた人と、ここに何集合とかそんなこと一切しませんので、たまたま見つけた人と、ちゃんと暗黒放送をどんだけ知ってるか。ね。ただ欲しいよというね、乞食にはあげません。うん。メルカリに気になされるか。いや、めちゃくちゃ使えるクリアファイルって。あのね、クリアファイルってすごい使えるぜ。こういったものを入れるじゃん。それを挟んだら折れないんだよ。すごい役立つけど。特に学生だとか大人の社会人とかは役立ちますよ。俺も普通に自分で使おうかなと思ってるぐらいだから。おしくのついたな。最近すごいまた肩が痛くなってきてさ、血行悪くなったのかな。特に何も書いてないじゃん。町会議まであと5日しかないじゃん、今見たけど。ちょっともう一回だけラス演していい？ラス演。ラスも途中で終わるから。途中で終わりますから。今日は、うん、ちょっと遊んでる場合じゃないから、もうちょっと次の仕事に取り掛からんといかんから、仕事しなきゃいけないから、まあ、これはあってる、これ加藤がバンされたやつでしょ、まあ、これはまあ無視しよう。どれだったかな、あと5日だって。4月、今日何、あと5日、ちょっと待ってね。つかあと4日じゃねえかよ。そしたらあと4日で町会議ってことか。これなんでこんなに再生、なんでこんなに興奮してんの、初めて見たの。これでバンクだったってこと。このケツ出しダンスでバンクだったんだ。はあ、厳しい世界ですね。
そのスイッチかどうか知らんけど、別にさ、ポコチン出したわけじゃないんだからね、うん、厳しい世界だな、スイッチの表現の自由って、うん、いや厳しいよ、あんなね、ケツ出しでバン食らうなんて。別に股間どうかだ、だったら相撲取り全員 A 番じゃん。相撲取りとかがなんでじゃあ A 番食らわないんだよ。ふんどし一丁にさ、裸で男と同士で抱き合ってさ、あっちの方がよっぽどね、ね、だってお尻出しただけで番っていうのはね、ちょっと、うん、スイッチの、あれは。ふんどしつけてないやつ、でもお尻出したらちょうど判決じゃん、しかも。なんか、全部出したら判決でしょ？何の判断なんだろうと思って。うん、いや、相撲ごめんなさい。僕、相撲、今この中に相撲ファンがいたら先に謝るけど、相撲に全く関心がないんですよ。はい。お相撲さんは、まあ、強いのはわかるけど、うん、ちょっと相撲に対しては、ちょっとあんまり、うん、見ててよくわかんない。すいません。日本のね、もちろん国技ってことは、ね、理解してるんですけど、うん、相撲はちょっと、なんか、わかんなくて。なんで相撲ってさ、NHK でしか中継しないんだろうな。民放でも普通に中継すればいいじゃん。民放でもさ、相撲大会、相撲トーナメント大会とか言って、そっちだと盛り上がるんじゃない？もうちょっと、なんか、相撲のさ、例えば、4人土俵に入って8強に残ったってさ、相撲のバトルロイヤルとかやったりさ、うん。したら。いや、相撲に青鳥はないでしょ。たださ、ものすごいあんな巨体で、すごい、力でさ、お互いが本気で頭同士でぶつかったら死なないあれって、今思ったけど、八強に残ったって突っ込むじゃん。その時に頭と頭がさ、ガチンって勝ち合ったらさ、お互い脳震盪とか、額がパカーンって割れてさ、死んじゃわないあれって。でも、怪我、血とか絶対出ないからさ、すごいなと思ってんですよ。やらせ？そんなやらせある？すごい衝撃力なんだって、あんなでかい体でさ、一気にすごいスピードでさ、お互いの体が、八強に残ったってさ、突っ込むんでしょ。だって、例えば拍手しても手と手が、ってすごいパチンっていう、こんな音がするじゃん。それが、何百、ね、数百キロある大人の塊が、肉の塊が、本気でぶつかり合うんだよ。ただじゃ済まないんだって、その力、重力は。ラグビー選手はだって、かかたに iPad 入れてんじゃん。それはぶつかってもさ、そこの守ってくれるから、ね、パッドが、うん、それはセーフだと思うよ。あ、ごめん、 iPad じゃなくて肩パッド、 肩に入れるなんかあるじゃん、ラグビー選手って、アメリカンフットボールみたいなさ、それ入れてるでしょ、うん、この前力士が死なねばんだもん。暗黒相撲を開催して昔やってバン食らったわ。昔暗黒相撲やってバン食らったやろ。本当はさ、上野かどっかにあるね、本当の相撲のさところを借りようとしたけど、配信するということで、いや、あなたたちは相撲をバカにしてるということで、ほとんどのところを借りれないんですよ。相撲の撮影ってさ、 YouTuber たちが撮影しようとするけど、ほとんどね、生放送はできないはずなんですよ。神聖な場所っていうことで、でダメになったから、確かあの時近くにある公園でやったのね。ふんどしとって。ふんどししてパン、あ、ブリーフ一枚で。で、その後になぜか、ゴロリさんが事情聴取されて、ゴロリさんだけが、警察署に連行されたわけですよ。責任者ということで。本当は僕なんだけど。僕が逃げたから、ゴロリだけがとっ捕まって、でかい体してるから、本当に相撲取りと思われたみたいで、ゴロリだけが、上野の警察署、上野だったかな？に捕まって、で、じゃあみんなで助けに行こうという、その時、みんな頭おかしかったから、警察署に、じゃあゴロリを救いに行こうぜっていうさ、
もうゲームの世界ですよ。GTO みたいなゲームの世界で、じゃあみんなでゴロリを救い出しに行こうぜってなって、で、向かってて、なんとですね、警察署の、その、パトカーが止まってる駐車場の広場で、ブリーフで相撲を取ったら、警察官数名が、何やったんだお前らって言ってね、大声で、ダッシュして走ってきて、で、みんなで散らばるように逃げたけど、その後、配信が、バン食らいましたね、普通に。危ない。あの時はね、ちょっともう、やりすぎてた。なんか、いい悪いの判断つく人がいなかったのと、なんかちょっとネットの世界に甘えてた。多少無理しても許されるだろうなというネットのね、ゆるいニコ生のゆるさに甘えてたんですよ。そう、神田公園。あ、神田公園か。よく覚えてんな。うん。そうだ、アメリカだったらその場で射殺だよ、そんなことしたら。警察署にゴロリを救いに行こうぜってさ、ポンちゃんとか野田とかさ、なんか、そこら辺がさ、押しかけに行ったらさ、それはそうなるに決まってんだな。うん、だもうやれないんだよ。やれないのが今のネットじゃん。なんか、あのさ、昔って結構自由でさ、緩やかな部分があったんだけど、いつの間にか、ネットの正義、ね、ネットの正義はこれだっていうのがさ、ちょっとやっぱり出てきたわけでしょ？その考えが。で、そこの方で、やっぱ正論じゃないですか、その当たり前のことだから。で、それ言われたらやっぱりさ、そんなちょっと無茶やってる、ね、笑いを取るために無茶やってる人たちの方が弱いんだから、そこで、どんどんどん粛清されてって、A 版食らってて、どん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 ね、予算だとか、金売とかさ、他の A 版配信者たちがどんどん排除されて、ね、他のサイトも できたから。うん。そういうことです。はい。吉野家の常務の差別？なんかあったの？あ、解任されたんだ。そうなんだよ。だからさ、怖いんだ、そこなんだって。だから大人になってさ、どんどんどん社会的地位が上がれば上がるほど、一言の発言で、すべてがガタンって倒れちゃうわけよ。ね、うん、だって、あと、立花さんも訴えられたんだろ、さっき、なんかさっき見たけど、立花さんもなんかツイッター上で、なんかね、訴えられたっぽいんですよ。なんか綾野剛さん？綾野剛さんに、訴えられたかなんか知らんけどさ、ちょっとネットで見るか。いや、ひろゆきもやられたの？何その国葬ブームは。さっき、なんか、ああ、そうなんだと思ってさ、うん、これ本当なのかなと思ってさ、やらせじゃないの？やらせっていう言い方もちょっとあれかもしれんけど、ちょっとちょうど1時間ぐらい前、1時間ぐらい前にですね、綾野剛を被告とした裁判を直ちに提訴します。原告は NHK 党ですって言って。ほんで、ガーシーと組んでなんかやるみたいです。ガーシーと立花さん連絡取り合ってるから。で、ガーシーに1000万払ったっぽいですね。なんか立花さん、ガーシーに1000万円払ったんだって。立花さんからの、これガーシーのね、ツイッターね。立花さんからトライストーン、何トライストーンから訴えられたで DM 来た。未成年とのことは事実無根。LINE は何ら裏付けにもならない。ほう、ほんま舐めとんな。またさん、もうそろそろ俺がなんでこんなに強気か思い知らせたるからな。一度も連絡もない綾野剛みたいな男気のかけらもないやつ、震えて待っとけっつってね、ガーシーとタッグを組んで、なんか、ちょっとやるっぽいですね。こういうのがさえね、来たっつって言って、出してますけど。うん、さあ、綾野剛を法廷に呼び出すぞって言って。これ何が起きたんですか？何が起きたんですか？一体。綾野剛さんっていうのは、電話しても今忙しいでしょ、どう見ても。電話して事情聞いてもさ、聞いてみるよ、じゃあ。
聞くとまた大野議員から怒られそうなんですけど、大野議員からまたね、なんか怒られそうな気がして怖いんですよ、だって。でも忙しいんじゃないの？聞いていいのか、俺は。何を聞くのじゃ。ちょっと待って、聞くこと考えなきゃ。聞くこと考えないとさ。裁判するんですかって聞く。まあ、ツイートしてるからいいくんじゃないの、別に。そのまま前に出てたら終わりじゃん。このタイミングで電話かけて、好きな食べ物何ですかって聞いたらバカだろ、ただの、うん。電話かけてからじゃおかしいでしょ、うん、だってもう答え出して、裁判するでって書いたんじゃん。で、そういうことで終わりじゃない、うん、忙しいから、立花さんも。ただ今、ガーシーチャンネルかな、そこでなんか、1000万円の締結結んだらしいからさ、ガーシーに1000万円払うってなってさ、うん、で、ねえ、やっぱりそれに対してやっぱり、ガーシー1000万円だけど、やっぱり、あれですよ。大橋さんがね、ちょっと、ね、まあ、どうなのっていう部分を言ってるけどさ。お腹が痛くなってきた。僕もちょっと考えたらちょっとお腹痛くなってきた、うん、大橋さんが今ストレスで寝れなくなってんだよ。だから大橋さんがストレスで眠れんって言って普通に書いたってさ、今見たらストレスで眠れなくなってる。何が起きたかはまだちょっと教えてくれないけど、うん、理由がいずれ分かるっつって言ってツイッターに書いてあった。今見たら終わるかも。腹回しと久保田って書くのやめてもらっていいですか、うん、それはただの誹謗中傷だからな、お前。ね、ガーシーとですよ。炎上いらないって言ったじゃんだから。そう、選挙に力入れて頑張りますよ。6月のね、選挙に向けて頑張ります。うん、だからもう一回言うと、映画はちょっとね、今来た人に説明すると、映画のファンタジーものは一旦ちょっとリセットさせてくださいんで、また一からちょっと作り直します。時間とやっぱりね、スタジオ借り、スタジオもしかも埋まってたんだよ、全部。借りようかなと思って見たけど、なぜか5月1日の日曜日は全部借りたかったスタジオが埋まり、全部埋まってしまってて、そうするとね、ちょっと高めのスタジオしかも空いてなくて、16万とかそんな、十数万かな。うん、6時間で、ちょっと1時間1万2000円ぐらい払うという計算のスタジオしかなくなっちゃって、ということは1分あたり500円、ん ?1 分あたり、いくらだろう、数百円払うという計算のね、スタジオしかないんですよ。もったいないじゃん、そのままはっきり言って。うん。だから。え、うん、そんなことないでしょ、大橋さん。ただ大橋さんのツイッター見るともう書いて情報がもう全然更新されてないんだよね今のところ、うん、4月の3日から全然大橋さんのツイッターが更新されてなく、副投手のだから心配ではありますよ。大丈夫かなと。だって今ね、坂谷さんの選挙にもいなかったから、なんか体調壊してるのかなと思ったりして、うん、大丈夫かな。
田口誰、クソ生意気。いや、別に、あれが田口だから、一応ね。外行かないなら終われ、うん。外は、ね、だってあそこの誹謗中傷の看板見に行ったところでさ、解決しないし、仕事もしなきゃいけないし、やることも山ほどあるし、もう自分が追い込まれそうだから多分、このインターネットのさ、このニコニコ生放送というサイトや配信やってさ、現実逃避してんじゃないのかなと思ってるよ。多分。大橋さん心配してる。なんでビッグニートを許すなって、ね、怒ってんの。なんかあったの？許してやれよ、別に。ねえ。はぁ。いや、スペースはいいよ。流す。僕もいろいろ考えて、だんだん、肩がとにかく重たくてさ、なんかもうこうやって座ってるだけでね、首の付け根のあたりがぐーっと押さえつけられてる感じがしてさ、食欲もないし、何にも今日食ってません、ちなみに。何にも食べてない。もう4時まで、朝っぱらから。なんか食べたいっていうものがね、この間中華が美味しかったな。なんか、お払い？あ、堀田さんが100万円ぐらいかか、本来なら100万円ぐらいかかる、なんかお払いに行くって言ったな。女性の。お払いなんて効果あんだろ？ないでしょ、そんなもん。わからんけどね。僕はお払いなんか、とかそういうの見たことがないし、わかんないから、なんとも言えんからさ。いやでもガーシーと組んでどうすんだろうかな、うん、橘さんもうなんか綾野剛と裁判するって意気込んでるけど、要はなんか YouTube か何かあれ知らんけど、でもこれでちょっと待って、これ負けたら橘さんって今執行猶予抱えてたっけ、橘さんって今執行猶予持ちだっけ、どっち、これで負けるとなんか罪で捕まったりしねえだろうな、無償行きとか。確かなんか執行猶予ついてた気がしたけど違ったっけ、民事だっけ、民事だから関係ないんか、あれは。民事の執行猶予だから、あ、これ、そうか、民事だから負けても実刑にはならないのね。そうだよね、びっくりしたわ。うん。綾野剛さんが刑事でやられたらちょっとあれだけど。まあ、それ違うんだったらいいか。民事っぽいね、なんか、リスナーさんのあれ見ると。で、いくら払えって言われてんの？立花さん、いくら請求されてんの？この、あれを。YouTube チャンネル、17歳の、これ、どんな子請求されてんの？何を請求、全く、言えません。あ、警告書が来てるだけか。まだ今の段階では警告書が来てるっていう段階っぽいな。これ詳しく聞いた方がいいんかな、田島さんに。どんなのが来てるのかっていうこと。ちょっと聞いてみたら、でも忙しそうだからさ、あんまり電話したくないんですよ、当初だし。こんなことで。立場。あ、お疲れ様でした。今電話大丈夫でしょうか。あ、ごめんなさい。失礼しました。すいません。ほら、見ろ。
忙しいに決まってんだろうかな、まあ。とね、あんな小さな声で、多分本当に今やばいタイミングで電話がブルブルって解除になったもんだから、これないか。いや、多分、あれだよ。堀江整形塾のなんか、あれのタイミングだと思う。なんか塾やって、塾講師もやってるから、立花さん。おそらくね、塾、堀江整形塾って言って、月に1万円で、月1回の講習が受けれるっていうのがあるんで、立花さんと堀江さんが今、塾やってて、整形塾ね。政治家を新しく作る塾があって、月に1回ね、その講習があって、その、セミナーかな？それがあって、そこで、その、誰でも、その塾を受けれる。うん。セミナーがあって。ね。いや、多分そこの最中かな。うん。で、そこから政治家を出そうという塾があるんですよ。はい。いや、だからちょっと心配だよ、心配だよ、それは。明らかに。これめっちゃうまい。うん。でも配信者って食い方汚いよな、みんなくちゃくちゃ音出してさ。ねえ。ほら、とろみさんも言うはずだわ。ポンちゃんの放送を見てると、まるで犬が、ね、ご飯食ってる。ふですごい、ね、かわいいって。うん、ね。食ってくちゃくちゃ音立ててるだけじゃん。なんか濁音を。でも、箸の持ち方ってのは自由だと思うよ。うん。僕はそこには気使わない。あれ、たぶん、まあ、いつものやつ、無視無視。本当は海外行きたいけどさ、どうなんだろうな。今、海外、本当はね、もうコロナもだいぶ落ち着いた感じがするじゃないですか、雰囲気的に。まだいけないんだろうね、きっと。もちろんもう5月6日はいけませんよ、当然ながら。ウクライナ行け？いや、あそこちょっと怖いんだけど、今。本当にこれ人間のやる諸行化っていうことが行われてて、ニュースで見た限りではね。ウクライナでは、なんかロシア兵が、ウクライナの女性、ね、綺麗な女性を、強姦しまくってるって聞いたんですよ。ええー、と思って、嘘でしょと思って、さすがに。だってさ、国際の戦争のさ、法律ではさ、それのルール、ダメじゃん。いや、俺、なんでそのさ、ウクライナの人たちって逃げなかったの？なんか、戦争が始まるって言ってさ、みんなさ、移民してたじゃん、いろんなところに。あれ、なんで他の国にさ、移民しなかった、せずにその場に留まったのかなと思って。だって戦争が起きて、ミサイルとか発射されるって分かってたじゃん。なんでなのあれって。移民じゃなくて、その、移動。多分来ないと思ってたから。ロシア人もいるんだ。いやー、だから、終わらないじゃん、このまま行くと。もうなんか長引きそう、すごく。勝手に僕軍事予想家でも何でもないけどさ、
4000万人だから隣の国に。でロシアはいつまでこのね無駄で無意味で何の解決策もない戦争を続けてさ、どうすんだろう。国際社会からつまはじきにされたら終わるんですよ。なあ。プーチンが暗殺される？ないないない。プーチンは、な、絶対安全なところで、数名の部下と共に、いるから、シェルターに。で、なんでね、まあ、ごめんね、難しい話して。ウクライナが核を撤廃したんですよ。要は、ね、あの、協議会によって、核を、じゃあね、もうロシアたちも攻めてこないから、じゃあ核もういいわって言って、世界第3位の保有率を持ってた核を撤廃したの。そうしたら、ね、約束を破って、ロシアが、バーって来たわけ。左から右に。ロシア、なんでシェリコフがロシアの美人スパイなんだよ。何しに日本に来てんじゃん。そんなわけねえだろ。シェリコフって名前だけだよ。親方の、名前の人の親方のあだ名だろ。シェリコフって自分で勝手に作れた。何がロシアの美人スパイ兵だよ。日本に何しに来たんだよ。いや。今、昨日シェリコフさんがなんか言ってたのは、私がニコ生で配信やるのは、今、婚活してるんだって、シェリコフさん。で、婚活して結婚相手見つけるためにやってるって言ってたんで、もしシェリコフさんと結婚したいという人がいたら、シェリコフさんに連絡一報をあげてください。喜びますね。うん、シェリコフに日本兵はレイプされてる。余計なこと書くな。逆。確かにシェリコフさんはね、今までね、ニコ生の多くのね、有望配信者。キレダナイフが一番手。で、オッタン、忍法、黒沢、大ちゃんマン、大仏、あと、ポンちゃん。ね、7人の侍をね、食い散らかしたね、プロなんですから。ね。それはいいんですよ。気持ち悪くない。何が7人の正義を集めてソルジャーを作ってるんだ。すごい感、よくそんな想像がつくよな。7人のニコ生戦士たちの正義をシェリコが集めて最強の人間を作ろうとしてるの？よくそんな映画みたいなアイデアが思いつくよな。お前が映画撮れよ。脚本書いて。それで。気持ち悪い。どこの AV の世界だよ。あなたがそれで作品撮れよ。親方プロジェクトっていうタイトルで。そんなアイデア思いつかんわ。今の僕にはそんなアイデアがもういっぱいいっぱいでさ、もう余裕が今ないから、うん、簡単なアイデア、ね、映画の台本も作れなくなっちゃってんだよ、今。追い詰められちゃってるから。でもまあ婚活はいいんじゃない？そこは自由だと思うし。正直じゃん。正直すぎるよ。ご飯わからん。なんか、どうしようかなと思ってるよ。食べるもん。何これ、ちょっとびっくりしたんだけど、ひろゆきとひかるって仲いいの？今6分前にアチョウさんがこれツイッターに上げてました。これこれ何やろうとしてんの？これ YouTuber ひかる歌い手まふまふ取締役ゴールドって読むの？ガエル？読めない。GUILD を。